UFC 初参戦を果たした須藤元気。敵地イギリスへと乗り込み、オクタゴンデビューを迎えるまでの軌跡を追った密着ドキュメント。八角形の戦場へと向かう須藤元気の心の扉が今開かれる。大会5日前に現地入りして以来、毎日欠かさずに行っている朝の散歩。ウォークマンを聴きながらお気に入りの曲を口ずさむ元気。帰って止まらないで帰って、ホテルを出発してからおよそ20分、目的の場所に到着。アルバートホールです。ロイヤルアルバートホール。ここでかましてやります。今回の会場となるロイヤルアルバートホール、ここが須藤元気 UFC デビューの場所となる。君は近く見える。後で逃げ付けもするんで、記者会見が行われるホテル内の会場へと足を運ぶ。ここで今大会タイトルマッチを控えるカーロス・ニュートンと出くわす。2人は5年ほど前からの顔見知り。この日は久々の再会となる。そうですね、みんな知ってるんで懐かしいです。オクタゴンデビューを控える須藤元気。ウェルター級タイトルを争うマット・ヒューズ。そしてカーロス・ニュートンに元気の UFC での戦いを占ってもらった。ホテル内に設けられた特設の練習場。ここは各選手が自由に使用することができる。オフィシャルのグローブがまだ支給されていないため、日本から持参した練習用グローブを着用する。ホテルのレセプションルームにマットが敷かれただけの簡単なスペース。練習のための十分な広さはない。技を合わせる程度の軽い動きでスタートした練習も、時間の経過とともに徐々に熱が入っていく。グラウンドではこれまでの戦いであまり使うことのなかった肘での攻撃に重点を置く。本番さながらの激しい攻防。練習を終え、体重のチェックへと向かう。この時点で72キロ、リミットまであと2キロほどだ。当日午前中練習すれば、この日の練習は終了。ホテルの部屋で元気はあるものを見せてくれた。勝った時にこれを、オクタゴンを通じて世界平和に貢献しようと思って作りました。この日の夕食がベッドに並べられる。これはいろいろ巻いて食べる。そうですね、これなかなかいけるんです。こっち側なんです。あれ、これ、これ、はい、丸いんだ、こっちは、はい、前のあれとは違う、はい、はしないけど。減量中のためカロリーの少ないものが中心となっている。ノーファットで、サラダは買ってきたやつをもうそのまま入れて、自分はマヨネーズとかドレッシング使うんですけど、元気さんは使う足で、そのままの足で、お世辞じゃなく彼らがすごい頑張ってくれてるんで、日本より逆にいや本当にやってくれるんですよ。なんかここ3日間が殿様だもんね。心強いサポート。勝利を得るためチーム一丸となって元気を援護する。ささやかな宴、しかしその先には栄光が待っている。ただいま時刻10時です。
おやすみなさい。消しまーす。この日は軽く体を動かす程度の簡単な練習が行われた。まるで遊んでいるかのようにアクロバティックな動きを見せる元気。リラックスした様子が感じられる。試合で狙うと言っていたプロレス技ジャイアントスイングからのアキレス腱固め。そして汗を流した後の体重チェック。須藤さん今いくつですか？71です。リミットまであと1キロ。本番は2日後だ。マットセラだ。大会前日、計量が行われるウェイインの会場へと足を運ぶ。計量前、当日使用するグローブのセレクトが行われた。親指の部分がフリーになったものとカバーされたもののどちらか好きな方を選べるのだ。元気は親指がフリーになったグローブをチョイス。これで試合に臨むことになった。さらに元気を待っていたのはメディカルチェック。危険が伴う競技であるゆえにこうした診断が綿密に行われる。ネオサムライの肩書きとともにコールされウェイイン。リミットいっぱいで計量をクリアした元気。対戦相手レイ・レメディオスとの記念撮影の舞台へ。いよいよ本番を残すのみとなった。会場を訪れた元気が真っ先に行ったこと、それが本人言うところの匂い付け。つまり会場の隅々までを見て回り、そこを自分のホームグラウンドのごとく知り尽くしてしまうことだ。すごい。もう一個上に来た。うわ、すごい。これ超見やすいね。すごいね。初めてのオクタゴン。元気はしっかりとその感触を頭に刻みつけた。もう慣れました。匂い付け完了です。そしてついに本番を迎える。ありがとうございました。終わりました。どうですか、レメディオス。そうですね、三角で終わったと思ったんですけど、ちょっと逃げられちゃったんで、まあ焦らずやろうと思ったんで、うまくいけばです。まあブルーキーでしょう。おめでとうございます。ありがとうございます。元気はその日最も優れた関節技を披露した選手に贈られるタップアウト賞を受賞。最後にはこんなコメントを残し、 UFC イギリス大会を締めくくった。 I like for the love and peace. I think that you won't alone. I think you won. Thank you UK. Everybody have a good night tonight. Thank you for your support.